行います。第58回 JBCF 東日本ロードクラシックデイ2です。クラスター E3 第6位から第6位はブラブリッツェン松本ルナ、大きな拍手で迎えてください。第5位は東京都市大学ジェシャー競技部山本貴弘。第4位が栃木県立宇都宮青陵高等学校元井大輔654。表彰台に横に並んでいただきます。そしてここから表彰台に上がっていただきますチームテルメスクロス西本一斗。そして第2位です BM レーシングズロー西優斗。そして見事なスピンと勝利となりました中京中部大学第一高等学校平山ライト。昨日の E2、3混走での4位から見事 E3 ソロレースは優勝となりました平山ライト選手です。それではプレゼンター坂下様どうぞよろしくお願いいたします。ここ群馬サイクルスポーツセンター代表坂根博之様に全クラスター表彰プレゼンターを務めていただいております。平山ライト選手にまずは表彰状です。ツアー協賛各社からの副賞も贈られます。おめでとうございます。第2位は BM レーシングズの西優斗選手です。第3位チームヘルメスクロス西本一斗選手。第4位が栃木県立宇都宮青陵高等学校元井大輔。そして第5位東京都市大学自転車競技部山本貴弘。第6位ブラブリッツェン松本ルナとなりました。さあそれでは恒例のフォトセッションは4、5、6位の選手はそのままそうですね表彰台の前の方に移動いただきまして恐れ入ります座っていただく形になりますけども恐縮です。お疲れのところね。それではプレゼンター坂内様とともにまずはワンショットいきます。はい、お願いします。優勝おめでとうございます。今日はレース展開としては割と短いけど周回だったと思うんですけど最初からいった感じですか。それ中盤あたりラスト3周あたりで逃げを作って3人逃げを作ることができたんですけど、まあ、うまくローテが回らずに捕まってしまったりラスト1周で捕まったのでちょっと厳しいかなと思ったんですけど最後得意な展開に持ち込めてスプリントで勝つことができたので良かったです。ここの群馬 CSC は得意な方ですか。背回りを走るのは初めてでちょっと昨日はリズムをつかむに苦戦して4位という結果だったんですけど今日は気持ちを切り替えて走ることができたので次の JBCF レースはいつ出場ですか。未定なんですけれど来月にインターハイの県予選があるのでそっちを頑張りたいと思っております。わかりました。じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。おめでとうございます。